マンハッタン橋から南に向かって、マディソンストリートを見下ろす。マディソンストリートは、ニューヨーク市マンハッタン区、ローアーイーストサイドを東西に貫く、両方向通行の通りである。ブルックリン橋への流入路との交差点と、グランドストリートとの交差点の間を結んでいる。なお、アメリカ同時多発テロの後に行われた安全対策で、 セントジェームズプレイスの前の部分への公共アクセスは制限されている。マディソンストリートはブロックごとに沿道の性格が変わる。パイクストリートとの交差点より東側は公営住宅団地、キャサリンストリートとパイクストリートの間にはアパートが立ち並んでいる。マディソンストリートはチャイナタウンの南の境界の一つと考えられている。セツルメントハウスのハミルトン。 マディソンハウスは50マディソンストリートにあり、チャイナタウン、トゥーブリッジーズ、ローアーイーストサイド地区における保育施設となっている。マディソンストリートは、公営住宅団地、住居、学校が立ち並んでいる。PS1、PS2 及びコーリアズ複合学校には通りに、面した庭がある。227マディソンストリートには診療所や、薬局のある、医療施設もある。 なお、以前は、救急医療施設のある、大病院であった。同地区の他の主要な薬局はのマディソンストリートの、チャタム薬局である。ラトガースストリートとの交差点に、ニューヨーク市地下鉄、IND6 番街線イースと、ブロードウェイ駅がある。バス M22 系統は、投稿が、セントジェームズプレイスマイナスグランドストリート間、西行が、 グランドストリートマイナスパイクストリート間をマディソンストリート経由で運行している。また、M15 系統は両方向ともパイクストリートセントジェームズプレイス間をマディソンストリート経由で運行している。WEN テンプレートアタッチド KML マディソンストリートウィキデータにある KML。ありがとうございます。